特はコランダムの編集である。ダイヤモンドに次ぐコードの赤色が特徴的な宝石である。天然ルビーは産地がアジアに偏っていて欧米では取れない上に産地においても宝石にできる美しい石が取れる場所は極めて限定されている。また3カラットを超える大きな石は産出量も少ない。それゆえかつては 全宝石中で最も貴重とされ、ダイヤモンドの研磨法が発見されてからも、火炎用 UFO による人工合成ができるまでは、ダイヤモンドに次ぐ宝石として扱われた。7月の誕生石。語源は、ラテン語で赤を意味する、ルベウスに由来する。ミャンマー、スリーランカ、タイ王国、ベトナム、カンボジア、タンザニア、マダガスカル、モザンビークなどが原産地である。 中でも、ミャンマーでは、ピジョンブラッドと呼ばれる最高級のルビーが得られるが、正常不安もあり、産出量は少なく、貴重である。主に、タイ産の、透明度が低く、鉄分を含んで黒ずんでいるものは、ビーフブラッドと呼ばれ、価格は、ミャンマー産の半分ほどであり、発色を良くするために加熱などの人工処理されることも、多い。また、 スリランカやベトナムなどで産出されるピンクに近い赤のものをチェリーピンクと呼ぶが宝石としての価値は低くピンクサファイアと混同されることもある他にも成分中にルチルのハリ状結晶が混ざることによって反射光が正常に見えるものはスタールビーと呼ばれ新調されている色彩的には赤から外れるがインド産の透明感のない小豆色のサファイアに スター効果の現れるものがあり、インドスタールビーと呼ばれる。ほとんどのルビーは、玄武岩や変成岩、大理石などの岩石中に存在する。長い年月の間にルビーを含んだ岩石が崩れ、川に流されたものが、砂利や泥と一緒に堆積していることが多い。現在日本の鑑別書では、ミャンマーさんと確定した上で、一定の色でなければ、 ルビーのカラーにピジョンブラッドと記載することができないが、海外での鑑別書では産地を不問とされ、一定以上の濃い赤であれば、ピジョンブラッドと記載される。そのため海外の鑑別書で、ピジョンブラッドカラーと記載された場合でも、産地は、ミャンマー産以外のルビーであることが多々あるので、必ず鑑別書に書かれている産地を確認することが必要である。 コランダムの中で赤色を示すものをルビーと呼び、透明なものから不透明なものまで存在する。当然、透明感が高く、インクルージョンの少ないものが効果である。コランダムは不純物の違いで色が変わる。不純物として、クロムが1%ほど混入すると、濃い赤色のルビーになる。鉄、チタンが混入すると青色のサファイアとなり、 クロムが0.1%しか混ざっていない薄い赤色のものをピンクサファイアと呼ぶこのクロムの含有割合1%以内という微妙なバランスが自然界において非常に稀な状況下でしか起こらないため天然ルビーが貴重とされるのであるなおクロムが増えるにつれ色合いは濃い赤から黒っぽくなり価値も下がっていくさらに5%を超えると エメリーという灰色の工業用研磨剤になり、価値は激減する。下の写真のように、ルビーは、赤色成分を一切含まない、緑色光源下においても赤く光ることができる。これは、ルビー中に0.1%含まれる CR3 が紫及び、黄緑色光を吸収し、そのエネルギーを赤色発光として、再度放出する性質による。 腕時計の中の一種高い高度と高切削性を有し、さらに精摩擦も小さいことから、レコードバリア、トラックボールのボール受け、腕時計といった小型精密機械の軸受けなどに利用される。また、かつては合成ルビーが個体レーザー素子として用いられた。ルビーの古代歴史は青銅器時代に遡る。古代ギリシアでは、アンスラックス、ローマでは、 カルブンクルスと呼ばれていた。また、インドでも古くからルビーがあったようで、ヒンドゥー教の聖典、リグベーダに名前が出ている。ルビーという名前が使用され出したのは中世からである。しかしマルボドスの宝石史では、ダイヤモンドやエメラルドサファイアなどに比べて記述が少ない。アラビアやペルシアでは、ルビーに病気を治す力があると信じられていた。インドでも、 ルビー湖が飛躍として用いられたことがある。ヨーロッパ史上最大のルビーとされるのは、1777年、サンクトペテルブルクを訪れたスウェーデンをグスタフ3世が、ロシアのエカチェリーナ女帝に送ったルビーで、小型の鶏卵程度の大きさで、完全に透明だった。この石は、ロシア革命以前は、皇帝の冠に飾られていたが、革命以降の行方は分かっていない。 ルビーとサファイアが同じ成分であることが分かったのは1783年でロメドリールというフランス人による。1902年フランスのオーギュスト・ベルヌイユにより商業用の宝石としては初めて人工合成法が開発発表された。ありがとうございます。